こんにちは、デリシキッチンです。本日はカステラを作っていきます。まず卵と卵黄、お砂糖と蜂蜜をボウルの中に入れていってください。そしてハンドミキサーで泡立てていきましょう。泡立てたら小麦粉 20g をふるいにかけながら加えていきます。またハンドミキサーで混ぜていってください。そしてバニラエッセンス少々を加えてヘラで優しく混ぜていきます。型に流し込んでいきましょう。クッキングシートを敷いた型に入れてオーブンで焼けば完成です。以上、デリシキッチンでした。バイバイ。